ここが大平崎キャンプ場です。ここにでっかくテント張ってきます。
このタープはポリコットンなのでテントの下で焚き火をしても穴が開きません。あとこのポールはホームセンターで売ってる手すりを加工して作りました。続いてこの大きなテントはベルテントです。このテントはポリコットン製ですので夏は涼しく冬は暖かいです。このガイポールはハンドメイドです。なぜこれを作ったかというと、ベルテントの欠点はガイロープが長すぎてすっごい邪魔になります。しかもペグを17本も打たないといけないのですごい大変です。それでこの欠点を補うためにガイポールとガイドを作りました。これによってガイロープが60センチになってペグは9本で済みます。次にテントとタープの連結ですけども、タープ連結アダプターという商品を使ってます。これは Amazon でいろんなタイプが売ってますので、ご興味のある方は見てください。続いてテントの中はこんな感じです。あー、やっぱり広いなー。確かね、高さが 2.5 メートル、あと直径が4メートルだったと思います。広いっしょ？うん。うん。そう、すごい広いんだよこれ。このベルテントは普通のワンポールテントと違って、ここのスペースですね、ここ。ここが広いので荷物を置けます。あとこの穴から薪ストーブの煙突が出せます。ここにはメッシュの窓がついてますので風通しがいいです。虫入んない、変な。あとこのベルテントはこのフロアとテント、この2つが連結されているので虫が入ってきません。取り外しも可能です。ちなみにこの床に敷いてあるのはアフガニスタン製の手織りキリムです。50年前に作られたものですがしっかりしてます。これはウールなのでベタつかずに冬は暖かいです。参考までに冬キャンプはこんな感じで使ってます。これはアルパカストーブですが、外気温がマイナス10度の時でもこのストーブ1台でテント内が10度に保てて快適に過ごせます。あとこのテーブルが広いのでここで煮炊きができて料理を食べれます。最後にこのテントを使った感想はとてもいいです。中が広くて夏は涼しく冬はすごく暖かいです。欠点というかマイナス点は、強いて言えばテントが重たいのと少し結露があることぐらいですが、このベルテントは素晴らしいテントです。最後にこのテーブルなんですけども、このテーブルもホームセンターの集成材を加工して作りました。これはまな板代わりに使ってます。これもホームセンターで売ってます。確か1000円ぐらいだと思います。この板は重たいのでずれることなく、あと広いのですごい使いやすいです。重宝してます。ちょっと運ぶのが大変でしたけども、久々にこのようなスタイルでキャンプをしてみました。どうこのキャンプ場、いいっしょ、うん、どうどこがいい、このキャンプ場何がいい、カエルがいる、うん、あ、さっきね、あの米付き虫がいたの、さパチンってやつ、ああれ、ね、もう夏だよ、もうママどうこのキャンプ場、ここ いいよね、お安いし景色はいいし人はいっぱいいないしさ、広々使えるし、あ、まあ、ちょっとね、あの傾斜地なんだけどさ、ここ平べったいからいいじゃん、ここ管理人さんすごい優しいし、いいキャンプ場だね、ここね。楽しかったね。じゃあ寝よっか。ね、はい、おやすみ。寝るよ。おやすみ。